ジョニー・ハリスは、イングランドの俳優。ロンドンのランベスで生まれ、エレファントキャッスルの公営住宅団地で母親と、彼女の4人の兄弟、祖父母に育てられ、11歳で働き始める。13歳で学校を中退し、昼間は仕事をしながら、プロボクサーを目指す。16歳でアマチュアの国内チャンピオンとなるが、他に何か自分のためになるものがあるのではと考え、 ボクシングをやめる。17歳の時にロンドンで知り合ったフランス人の恋人とパリに移り、ホテルで皿洗いの仕事をするようになる。1年後に恋人と別れ、ホテルの同僚をルパートと暮らすようになるが、酒に溺れる、すさんだ生活を送る。映画、時計仕掛けのオレンジやパリのパントマイムのグループとの出会い、ルパートに買ってもらった小説、ドリアン。 グレーの肖像、俳優の電気などをきっかけに演技に興味を持つようになり、イギリスに戻って地元ロンドンの成人教育センターであるモーリーカレッジで3年間演技を学び、舞台で俳優としてのキャリアを始める。その一方で一段と酒に溺れるようになる。2000年の映画、ギャングスターナンバー1で初のメジャー映画出演を果たす。これをきっかけに俳優として成功すると思っていたが、 実際にはそうならず、うつ病となる。具体的にいつからなのかは、本人もわかっていないが、10年から15年の間、アルコール依存症で、4年ほど母親と疎遠になった、時期もあった。ギャングスターナンバー1で共演したエディマーさんなど、俳優の友人に支えられて、役者としての仕事を続けていたものの、酒だけが友人と思うような、すんだ生活で他人と距離を置くようになり、 2004年頃には、ホームレスとなる。2006年には、完全にアルコールを断ち、映画、ロンドンツーブライトンで、初の大役をこなし、名前を知られるようになる。同じ頃に、養子縁組の仕事をしていた女性と出会い、後に彼女と結婚する。ここまでの略歴は2015年2月に、ガーディアン氏に掲載された本人に対するインタビュー記事に基づいている。 2010年のテレビミニシリーズ This is England 86で演じた、虐待する父親役での演技が高く評価され、第58回英国アカデミーテレビ賞で助演団優勝ノミネートされる。2017年には、自らのボクサーやホームレス、アルコール依存症の経験をもとに、フィクション化して、脚本を執筆した映画、ジョーボーンで、制作と主演も務め、 第71回英国アカデミー賞で英国脚本家、監督、制作者デビュー賞にノミネートされる。ありがとうございます。